南極大陸は地球の最も南にあり、南極点を含む大陸。南半球の南極地方にあり、南平洋に囲まれた南極圏に位置する。5番目に大きな大陸であり、約1400万平方キロメートルの面積はオーストラリア大陸のほぼ2倍に相当する。約98%は氷で覆われ、その厚さは 平均 2.00325km に及ぶ。南極大陸は平均気温が最も低く乾燥し強風にさらされ、また平均海抜も最も高い大陸である。年間降水量が海岸部分で 200mm、内陸ではさらに少ない砂漠と考えられる。南極大陸で観測された最低気温は2018年7月に、 記録した摂取97.8度である。この気温では人間が定住することは難しいが、約1000から5000人が大陸中に点在する研究所に年間を通して滞在している。自然状態では、寒冷な環境に適応可能な生物のみが生存し、多くの藻類、ダニ、センチュウやペンギン、気脚類、節足動物などの動物類、バクテリア、菌類、植物及び、 原生生物が繁殖している。植生はツンドラである。かつて南の地を意味するテラウストラリスという大陸が空想されていた南極一気に公式に大陸が存在することが確認されたのは1820年にロシアの探検家ファビアン・オットリープ・ホンベリングスハウゼンとミハイル・ラザーレフがボストーク号とミールヌイ号で行った遠征に橋を発する。しかし、 厳しい自然環境や当時は資源が見つからなかったこと、そして孤立的な地理条件から19世紀中はほとんど注目されなかった。1959年12カ国の批准で始まった南極条約はその後加盟国が49にまで増えた。条約は軍事的活動や鉱物採掘、核爆発や核廃棄物の発生、 各国家による領域試験の主張を禁止し、科学的研究の支援と生物治陸としての保護を定めた。多くの国から派遣された科学者たちが研究や実験を行っている。大陸の名称として単語アンタルクティカを公式に初めて使ったのは、1890年代のスコットランド人地図学者ジョン・ジョージ・バーソロミューである。アンタルクティカは北極または 北の反対という意味である、キリシア語の複合語、ニュータレウアルファーローカッパタウイオタカッパを女性名詞化した、ニュータウアルファーローカッパタウイオタカッパを元にラテン文字化したものである。氷床のもとに眠る南極大陸の岩盤地形これは氷床がすべて除かれ、その圧力からの解放による地盤の上昇と海面の上昇を計算した南極の地図である。 この地図は氷床の形成を阻むほど温暖だった3500万年前の南極大陸の状態を示唆するものである。約2億年前、南極大陸は超大陸ゴンドアナの一部であった。1億8000万年前頃からゴンドアナは徐々に分裂し、南極大陸の現在の形は約2500万年前に形成された。南極大陸は常に寒冷で乾き氷に、 覆われていたわけではなく、大陸は現在よりもはるかに北に位置し、熱帯、または温帯の気候であった時期が長く、当時は森林で覆われたような生物が生きていた。カンブリア紀にゴンドワナは穏やかな気候にあり、現在の西南極に相当する地域は北半球に位置した。この時期、砂岩や石灰岩、または血岩の体積が進行した。 東南極に相当する地域は赤道上にあり、熱帯の海には無脊椎動物や山陽虫などが繁殖していた。デボン気初期ゴンドワナは南へ移動を始め、当時の陸上植物の化石を分析した結果から、気候は寒冷になっていったことが分かった。砂やシルトが堆積し、今日のエルスワース山脈、ホーリック山脈、ペンサコーラ山脈の地層を形成した。 デボン期末には、カルー氷河時代が始まり、南極大陸部分は南極点を中心とする位置まで移動し、気温は低下したが、植物は南極植物症として生き残っていた。ペルム期には、湿地帯に繁殖するグロスソプテリスのような死だ、植物門系の植物が優勢になり、後に南極横断山脈の石炭層を形成した。ペルム期の終わり頃までは、 地球温暖化の影響からゴンドワナは暖かく、乾燥した状態が保たれていた。温暖な環境の中、極氷感は溶けた状態にあり、ゴンドワナ系の大陸では砂漠化が進んでいた。東南極では、シダだ種子類が繁殖し、この頃には、砂岩や血岩の体積が大量に進んだ。あとペルム期から三畳期初期にはリストロサウルスなど、哺乳類系爬虫類として知られる。 タンユミ類が繁殖した。ジュラキには南極半島形成や島々の流起が始まった。この頃にはイチョウの木やソテツ類が旺盛に繁殖した。西南極では旧カ植物門の森が形成されていたが、白秋の終わり頃には南極部中が優勢になりつつあった。アンモナイトが周辺海域で一般的な生物であった。恐竜も生息していたが、 知られているものは山賊に止まっている。半村ンン層からは、クロロフォサウルスとグラシャリサウルス及びアンタークトペルタが見つかっている。1億6千万年前にアフリカ大陸が南極大陸と分離し、白亜紀の初期にインドア大陸も離れた。6500万年前頃には、オーストラリア大陸と分かれていなかった南極大陸は、熱帯もしくは亜熱帯気候にあり、 有体類中心の動物症を持っていた。約四千万年前、オーストラリアとニューギニア島が分離し、南極大陸が独立した。そしてこの頃から、最初の氷が形成され始めた。約三千四百万年前の E い、王協会を過ぎる頃に酸化炭素の濃度はそれ以前から数百 ppm、下がった約七百六十 p p m になった。二千三百万年前後には、 南アメリカ大陸との陸橋が切れて、ドレイク海峡が開かれ、その結果南極寒流が生じて、南極大陸は完全に孤立した。二酸化炭素の減少は環境変化に大きく影響し、森林にとって変わって氷が大陸に広がり始めた。約1500万年以降、大陸は氷で閉ざされている。1986年、 オハイオ州立大学の古生物学者、ピーター・ウェブのチームは南極点から6 4 0トルの地点に300万年前に繁殖していた大規模な温帯森林の痕跡を発見した。メルカトルによる世界地図北半球の大陸と地球規模のバランスを取る大陸が南の果てにあるという考えは、プトレマヨスが世界の陸海には対称性があると示した通り、 二世紀頃には存在した。この概念は南アメリカやオーストラリアの発見を経た17世紀末に至ってもなおこれらの面積が釣り合わないことから依然として残っていた。ゲラルドス・メルカトルが1569年に出版した世界初の世界地図にはテラウストラリス・インコングニタというフレゴ島からオーストラリア大陸までを含めた巨大な大陸が書かれている。 船乗りたちの興味は、この架空かつ未知の大陸へ向けられるようになり、マゼラン、ドレーク、タスマン、そしてジェームズ・クックなどが何回を何回も探検した。前述の仮想上の陸地は、クック船長率いるレゾリューション号とアドベンチャー号が1773年1月17日と12月、そして1774年12月に、南平洋の南極寒流を突っ切るまで、 ヨーロッパの世界地図に痕跡を残していた。1773年1月、クック一行は南極大陸沿岸から約 121km まで近づいたが、結局は陸地を発見できなかった。それでもクックはテーブル型氷山が多いことから、陸地は存在するだろうと推測していた。そしてその地は南位60度より高緯度にあり、小さく氷雪に覆われた。 不毛の地で人類に対し何の富ももたらさないだろう。と記している。この時の三隻の船それぞれに乗り組んでいた者たちが南極大陸の第一発見者と言える。様々な機関は南極大陸上陸は三人の船長が率いた船によってなされたという。1820年にエストニア出身のロシア帝国海軍船長のファビアン・オットリープ・ホンベリングスハウゼンと アイルランド出身のイギリス海軍船長、エドワード・ブランスフィールド、そしてアメリカ合衆国コネチカット州のアザラ資料師ナサニエル・パーマーである。ベリングスハウゼンは1820年1月27日に南極大陸を指認し、その3日後にブランスフィールドが上陸を果たした。パーマーの上陸は同年11月である。ボストーク号と ミールヌ以降に乗るペリングスハウゼンとミハイル・ラザレフの遠征では南極大陸沿岸から 32km 以内まで到達し、そこで彼らは氷に閉ざされた地を目にした。記録された最初の上陸は1821年2月7日にアメリカ人アザラ資料師、ジョン・デービスと言われる。1840年1月22日、バレニー諸島西岸を発見した2日後、 三年前から、ジュール・デュモン・デュルビルの冒険に同行していたメンバーらが、アデリーランドのジオデシー、三沖約4キロメートルにある、デュブラン諸島内の最も標高が高い小島に上陸した。ここで彼らは、鉱物や藻類及び動物のサンプルを得た。1839年12月には、アメリカ海軍が実施した1838から42年の、 アメリカ合衆国探検園生隊の調査がオーストラリアのシドニーから出発し南平洋を渡って翌年に1月25日にはバレニー諸島西岸を発見した。当時この場所はウィルクスランドと命名された。探検家ジェームズ・クラーク・ロスは1841年に現在ロス海と呼ばれる海域を通過しロス島を発見した。これらには彼の性が冠された。 彼が縁に沿って航行した巨大な氷の壁は、ロスタナ氷と呼ばれる。エレバス山とテラー山は、それぞれ彼の一行が乗っていた二隻の船に由来する。1853年1月26日には、マーゲーター・クーパーが、東南極に到達した。ニムロデ探査の南極点調査隊。左から、フランク・ワイルド、アーネスト・ジャクルトン、エリック・マーシャル。 ジェームソン・アダムス・アーネスト・シャクルトンが率いた1907年のニムロデ探査において、エッジワース、デイビッドの隊は初めてエレバス山を登頂し、南自局に到達した。ダグラス・モーソンは危険なキロから生還し、その後も1931年に引退するまで様々な探検を続けた。シャクルトン自身も他のメンバー3人を従え、1908年12月に、 数々の未踏の地を探検し、1909年2月には、ロスタナゴーリを横断、バードモア氷河を渡って、南極横断山脈を越え、そして南極高原に到達した。ノルウェー人探検家ロアールアムンセンの隊が、フラム号を出発しクジラ湾から、アクセルハイベルグ氷河を所上するルートで、南極天を目指し、1911年12月14日に、彼らは到達を成し遂げた。 テラノバー号探検隊のロバート・スコット一行が南極点に到達したのは彼らに遅れること1ヶ月だった。1930年代から40年代にかけてリチャード・バードは飛行機による南極飛行を数度行った。彼は南極大陸の通行手段を確立し大規模な地質学的及び生物学的調査を実施したことで知られる。しかし、 1956年10月31日にジョージ・ジェイド・フェク率いるアメリカ海軍のグループが航空機で南極点に降り立つまで訪れる者はいない空白期間があった。単独で南極大陸に到達した初めての人物はニュージーランド人のデビッド・ヘンリー・ルイスであり、彼はアイスバードと名付けた10メートルサイズの鉄製スループでこれを成し遂げた。 南極大陸の地図南極大陸は南極点の周囲に非対称的に広がり、概ね南極圏の南側に位置する世界最南の大陸である。周囲を南平洋が取り囲んでいる。あるいは太平洋、大西洋、インド洋の南端、もしくは世界太陽の南端が取り囲んでいるとも言える。面積は1400万平方キロメートルで、大陸としては5番目にあたり、 ヨーロッパ大陸の1.3倍に相当する。最高峰はエルスワース山脈にある海抜4892メートルのビンソンマシフである。海岸線17968キロメートルは以下の表で示される通り、ほとんどが氷で閉ざされている。南極大陸地表の約98%は南極表彰で覆われており、その厚みは 平均 1.6km 以上に達する。地球上の氷の90%が南極大陸に集中しており、その結果淡水の70%が存在していることになる。もし全ての氷が溶けると海水面は約 60m 上昇する。内陸の降水量は年間 20mm 以下と非常に少ない。ブルーアイスと呼ばれる特徴的な地域は、 降水量よりも消化によって失われる水の量の方が多い場所である。南極大陸には70を超える湖が大陸表彰のもとに存在する。ボストーク湖は1996年にロシアのボストーク基地直下に発見された最大の氷帝湖である。これは50から100万年前に氷によって封鎖されたものと考えられていたが最近の調査では 他の湖へ大きな水の流れのあることが判明した。南極大陸は、ロス海とウェッテル海岸をつないだ、南極横断山脈で2分される。ウェッテル海西側とロス海島側に挟まれた西半球にある地域は、西南極と呼ばれ、残りの東半球にある地域は、東南極と呼ばれる。この東西の呼び分けは、それぞれがグリニチ四五線に対しておおよそ西と東にあることを、 理由とする便宜上のものである。西南極は西南極氷床で覆われている。この氷床はわずかながらも崩壊する可能性が指摘され、注目を集めている。もし崩壊すれば数世紀単位で起こる緩やかなものながら何メートルかの海面上昇につながると考えられる。氷床の10%に相当するいくつかの南極氷河流は南極棚氷の一つに流れ注いでいる。 東南極は南極横断山脈から見てインド洋側にあり、中にはコーツランド、ドロンニングモードランド、マック・ロバートソンランド、エンダービーランド、ウィルクスランド、ビクトリアランドが広がる。ほとんどの領域は東半球にある。そして広い面積を東南極表彰で覆われている。ロス島の活火山、エレバス山南極大陸や周辺諸島には多くの山々や、 火山帯がある。火山帯は二つあり、マクマード入り江付近のものとサウスシェトランド諸島付近のものである。この内マクマード入り江の火山群はホットスポットであり、サウスシェトランド諸島の火山群はプレートの沈み込み口である。ロス島のエレバス山は世界で最も南にある活火山であり、マクマード入り江の火山群に含まれる。南極にあるもう一つの活火山は、 サウスシェトランド諸島のデセプション島であり、1970年に噴火を起こし、その後も温泉や小規模な噴火が確認され、今後も噴火の可能性がある。旧火山の中にも再噴火の可能性は否定できないものがある。2004年南極半島で海底火山がアメリカとカナダの研究チームにより確認された。最近の研究でもこの無名の火山が活動している。 可能性を示す証拠が見つかった。コンコルディア基地があるドーム C の雪原大陸のほとんどにこの風景が広がる南極大陸は地球上で最も寒い場所である。1983年7月21日には、ボストーク基地で摂取89.2度という最低気温が記録された。また、2010年8月10日には、ドーム A 付近の表現において、 地表面温度が低、摂氏93.2度に達した。これは、同地点の典型的な気圧化における、ドライアイスの消化点よりも低く、さらにはアンモニアの融点よりも低い。東南極は、西南極よりも標高が高いため、より寒冷である。南極が北極よりも寒い理由は、標高がほとんど海抜3000メートル以上であること。北極には、 北極海があり、海洋は相対的に暖かいので、不氷を通してそれが伝わるため、の二つが挙げられ、北極は南極の地表のように極端な状態になることがない。高緯度にあることから、1日中太陽が昇ったままで、あったり逆に沈んだままである状態が発生する。夏の晴天時には1日中太陽が沈まないため、太陽光の照射量は、 南極点の方が同時期の赤道上よりも多い。南極大陸における最高気温の記録は2015年3月24日に南極半島北端のアルゼンチン管轄のエスペランサ基地で観測された摂氏17.5度である。上空のゾーン層が破壊され、真っ白な雪に覆われた大地は降り注ぐ紫外線のほとんどを反射し、しばしば日焼けが健康問題にもなる。 南極大陸は降水量が非常に少ない凍りついた砂漠といえる。南極点における年間降水量は平均100ミリメートル未満である。最低気温は冬季内陸で摂氏80度から摂氏90度程度にまで達し、最高気温は柿沿岸部でも摂氏5度から摂氏15度程度にしかならない。中心部の冷たく乾いた環境ゆえに気象前線が 大陸にかかることは稀である。大陸中心部の降水は少ないが、氷が非常に長い期間溶けずに残存する。大陸沿岸部は南極大地が吹き下ろす強い格好風にさらされ、時に嵐にもなる。それに対し内陸部の風速は特に強いものではない。南極点付近の夜空には南極光とも呼ばれるオーロラが見られる。これは、 太陽風のプラズマが地球の大気を通過することで発生する光学現象である。他の珍しい現象には太陽光の異常屈折がもたらすグリーンフラッシュや細氷という細かな氷の結晶が降ることがある。これは通常晴天か晴天に近い時に発生するためしばしば天球の一種と考えられている。またそれに伴うサンピラーが現れることもある。現実は 太陽の脇に別に光点が見られるものであり、大気中で起こる光学現象の一種である。アムンゼンスコット基地のセレモニアル、ポール南極大陸には永住しているものはいない。しかし多くの国が工場的な研究所を大陸上に設置している。そこでは、たくさんの人々が科学的研究関連の業務に従事し、周辺諸島を加えると、冬には約1000人。 夏には約5000人ほどが常駐している。多くの基地には1年を通じて滞在し越冬するものがいる。ロシアのベディングスハウゼン基地には2004年に正教会のイタリ生産者制度が置かれ、年度交代で1から2人の生殖者が常駐している。南極大陸の周囲を含む南極収束船内で初めて反向上的に居住した人々は1786年から1年。 以上の期間をサウスジョージア島で過ごしたアザラシ漁師のイギリス人やアメリカ人であった。1966年までの捕鯨が行われていた時代、この島には夏に1000人以上、最盛期には2000人以上が住み、冬にも200人程度が残っていた。この頃に住んだ人々はノルウェー人だったが、イギリス人の比率も増えつつあった。定住地はグリトビ県リースコー。 キング・エドワード・ミサキ、ストロムネス、フースビーク、プリンス・オーラブ・港、オーシャン・港などがあった。捕鯨基地の長官や上級役人たちはしばしば家族と共にこれらの地に住んだ。彼らの中にはグリトビ県の設立者であり、1910年には家族と共にイギリスの市民権を得た捕鯨者で冒険家のカール・アントン・ラーセンがいた。 南極収束船の内側で誕生した初の人物は、1913年10月8日に、グリトビ県で生まれたノルウェー国籍の女性、ソルベイグ・ヤコブ船である。南位60度船の内側では、1978年に南極半島先端のエスペランサ基地で誕生したアルゼンチン人のエミリオ・パルマになる。大陸本土では、1984年に、 家族で居住する設備を備えていたエドワルドフレイ、モンタルバ基地で生まれたジュアンパブロコマチョである。ロスカイの皇帝ペンギン、南極大陸に生きる陸生脊椎動物は非常に少ない。無脊椎動物では、南極ササラダニなど5種類のダニ、ハジラミ、線形動物、カンフ動物、臨形動物、オキアミ、トビムシムなどがいる。体長6ミリメートルにもならない。 飛べない小虫の南極ユズリカは南極大陸に広く分布する固有種である。雪鳥は南極大陸でもっぱら繁殖活動を行う3種の鳥の一つである。植物プランクトンを餌とする海洋生物は多様に存在する。南極にはペンギン、白長スクジラ、シャチ、ダイオウホウズキイカ、オットセイ、アザラシなどが生息している。アナン極域を含めると ペンギンは、皇帝ペンギンやゲリーペンギン、キングペンギン、ヒゲペンギンなど8種類が生息している。18から19世紀には、アメリカやイギリスの狩猟者によって、南極オットセイが乱獲された。イギリスのアザラシ狩猟者でありウェッテル海へ遠征した、ジェームズ・ウェッテルから名を取った、ウェッテルアザラシをはじめ、南極には、ヒョウアザラシ、カニクイアザラシ、ロスアザラシ、 南ゾウアザラシの5種類がいる。大規模な群れを作る南極オキアミは南氷洋における生態系のキーストーン種であり、アザラシ、イカ、ノトテニアーモク、ペンギン、アホードリカなど鳥類にとって重要な餌となる。500人規模の研究者が投入された海洋生物に対する調査が国際局面に行われ、結果が2010年にまとめられた。この研究は、 海洋生物センサスの一環であり、有意義な報告を含んでいた。1万2000キロメートルの隔たりを持つ南北両局には250種以上の生物が存在する。クジラや鳥など大型の生物は周遊を行う。驚くべきことには、全虫やナマコまた遊泳するカタツムリなどが両局海洋部で発見された。 このような分布状況が生じた要因は複数考えられる。両極と赤道域をつないで流れる海洋深層水は温度変化がさほど激しくなく、際は摂取5度を上回らない。この熱炎循環が卵や幼虫を運んだという考えもある。南極大陸には地位類系の菌類が約400種生息している。凍りつく気温、痩せた土壌、乾燥。 光量の不足などの厳しい条件下では、南極大陸で繁殖できる植物は非常に限られてくる。地表に生える草類や地類を含む菌類以外では、約100種の仙類や25種の苔類など苔植物が大陸に広く分布し、喧嘩植物に至っては、南極半島で見られる南極コメスツキと南極緑ナデシコの2種類しか存在しない。 成長する季節は夏のみ、期間は長くとも2から3週間に限られる。菌類は1150種が確認され、400種がチー類、750種がそれ以外である。中には厳しい環境に対応した岩石内微生物の種もいる。藻類も数百種存在するが、ほとんどは植物プランクトンである。夏の期間、様々な氷雪模や形相が、 沿岸水域で豊富に繁殖する。近年、氷河の下になる深いところから古代生態系に属する複数のバクテリアが生きた状態で発見された。独立栄養生物の集団はほとんどが原生生物で占められている。ベリングスハウゼン基地、1992年。写真のような陶器や廃棄は古くなった乗り物も含めて1998年の 環境保護に関する南極条約議定書発行以降、禁止されている環境保護に関する南極条約議定書が1998年に発行され、南極の生物多様性の保護と管理に関する主要な手段となった。南極条約協議会は、環境保全委員会から、環境や保護に関する勧告を受ける。委員会は特に、生きがいから意図せざる外来生物が、 南極大陸に持ち込まれることのリスクに注意を払っている。1978年、アメリカはアンタークティック・コンサーベーション・アクトを採択し、南極大陸における自国の活動に制限を加えるようになった。これは外来動物や植物の持ち込みに刑事罰を加えられる。また、南極の生態系において大きな位置を占める沖網の乱獲には、 漁業方法を公的に制定することで対処している。1980年に発行された南極の海洋生物資源の保存に関する条約は、南極全体の生態系に及ぼす潜在的な影響を考慮し、南漁用で操業するすべての漁業活動を制御するよう定めている。このような新たな取り組みにもかかわらず、野放しや密漁はやまず、特にマジェラガイナメは、 チリエンガン酸と偽って、アメリカ市場で売られるなど深刻な問題となっている。アイナメの密量は増加し、2000年には3万2000トンが乱獲された。2002年に締結された南極条約のシンボルマーク、南極大陸の地域に領有権を持つと主張する。国は複数あるが、実際には政府は存在しない。これら国々の一部には相互に主張承認している。 ところもあるが、世界的にはこれらの主張は正当性を持たないと認識されている。新たな領有権主張は1959年以降、中断しており、南極大陸は政治的な中立地とみなされている。この1959年は南極条約が批准された都市であり、他の関連する合意とと,ともに、この規制された状態は南極条約体制と呼ばれる。 南極条約体制では、全陸地及び南緯60度線以南の棚氷を南極と規定し、その対象と定める。条約は、ソビエト連邦、イギリス、アルゼンチン、チリ、オーストラリア、アメリカ合衆国など12カ国が調印している。この体制では、南極を自由な学術調査と環境保護が維持される科学的な保護区と位置づけ、大陸での軍事活動を禁止している。 これは冷戦中に初めて確立された軍備管理協定である。1983年南極条約の調印国は資源採掘に対する協定制定に向けた交渉を開始した。この際、グリーンピースなど国際的な組織が公衆による圧力活動を展開して採掘への反対を推し進め人間の活動が大陸に与える影響を記録するために 例年の派遣を行った。1988年、南極鉱物資源活動規制条約が採択された。しかし翌年オーストラリアとフランスは、同条約の意図も目的も意味をなさないと解釈して、批准しないと発表した。両国は、その代わりに、南極環境を保護するための包括的な制度を、定めるべき議論をすべきだと主張した。これを、 他国も認め、議論の末に1998年1月14日に、環境保護に関する南極条約議定書が取り交わされた。この議定書では、南極は平和と科学のための自然保護区と定め、すべての採掘を禁止している。h m s エンデュランス。イギリス海軍のイギリス領南極地域、紹戒官邸南極条約が定める南極における軍事行動禁止は、 軍事基地や要塞の建設、軍事的作戦行動、武器の実験使用も禁止している。ただし、純粋な科学研究を目的とする場合のみ、軍人や軍備の受け入れを認めている。例えば、アメリカ空軍はニュージーランドからアムンゼンスコット基地まで軍用機で物資を輸送している。なお過去において南極に設置された記録に残る唯一の軍事施設は、 アルゼンチン軍のオペレーション90のみである。アメリカ軍は南極における研究活動に功績があった軍人や民間人を表彰する南極派遣賞を設けている。この賞の授与者には冬の6ヶ月間を二度大陸で越冬したものに対する戦勝も与えられる。南極での領有権主張。主張のいくつかは地域が重複している。 オーストラリア、ノルウェーイギリス、チリア、アルゼンチン、ニュージーランド、フランス1908年のイギリスに始まる南極大陸での領有権主張はニュージーランド、フランス、オーストラリア、ノルウェーチリ、アルゼンチンの計7カ国が言った。これらは実効支配がないと当時のアメリカとソ連が認めなかった。第二次世界大戦後、政治、軍事的な重要性から 南極条約によって、領土の主張を棚上げする決定が下された。それぞれの国が主張する領土は、南極点を用に線形になっており、これは、セクター理論と呼ばれる。アルゼンチン、イギリス、チリの主張する地域には重なった部分がある。その他の国では、ブラジル、ペルー、旧ソ連に引き続きロシア、南アフリカ、そしてアメリカも、南極の領有に関する権利を何らかの形で、 表明している。南極大陸からは、石炭、石油、天然ガスが発見され、大陸法を含めるとコバルト、鉛、マンガンニッケル銀、チタンウラン、プラチナクロムの存在も推定されている。宝石類では、昭和基地近郊だけでも、ルビー、サファイア、ベリル、ガーネットなどが発見されている。1991年の南極環境、保護条約によって、 積極的な採掘は制限された。1998年の議定書にて経済的な発掘や採掘は2048年まで一切が禁止された。そのため南極における最大の経済活動は漁業及びその国際取引であり、2000から2001年には112,934トンの漁獲量が上がった。小規模な 冒険的観光は1957年から行われており、その内容は環境保護に関する南極条約議定書による政権が加えられるが、事実上は国際南極旅行業協会が定める内規に基づいている。すべてではないが、南極観光の95%はイヤーと加盟業者によって運用されている。旅行のほとんどは中規模以下の船を使い、 象徴的な野生生活を観察しやすい、決まった場所が選ばれる。2006から2007年の夏には、総計3万7506名の旅行者が、ほぼすべてが商用船に乗って訪れた。2010年までの累計訪問者は8万人を超えると予想された。訪問者の流入が、環境や生態系に与える、潜在的な悪影響が懸念される。 自然保護派や科学者からは、船舶や旅行者に対する一段と厳しい規制を求める声が上がった。南極条約加盟国からの最初の回答は、環境保全委員会がヤートとの協力の下で、ガイダンスを定め、頻繁に観光が行われていた地域に対して、上陸時間の制限や立ち入り禁止区域の設定を推進した。上陸を伴わない。 航空機によるオーストラリアやニュージーランド発着の遊覧旅行では、1979年にニュージーランド航空901便、エレバスや松井落事故が起き、全乗組員257名が死亡した。カンタス航空は1990年代半ばにオーストラリア発の南極上空飛行を再開した。アムンゼンスコット基地で撮影したオーロラの様子。基地は左遠方に見え、 中央に発電所、右下にガレージがある。毎年28の国々から研究者たちが南極大陸に向かい、他の地域では真似のできない実験に取り組む。その人数は夏には4000を超え、冬でも1000人以上が研究所に泊まる。南極大陸最大の研究所であるマクマード基地では1000人を超える科学者や訪問者らが滞在可能である。 研究は、生物学、地質学、海洋学、物理学、天文学、雪氷学、気象学など様々な分野で行われる。地質学では、プレートテクトニクス、宇宙空間からの隕石、ゴンドワナ大陸分裂の証拠探査が主に行われる。南極の雪氷学は不評、雪、氷河や、氷床の履歴や氷床力学研究が盛んである。生物学者の興味は、 国間の環境における野生生物の存在や人間の存在が与える悪影響、そして有機体がどのように適応し生き残っているかに注がれる。医学者は極端な環境温度下でのウイルスの拡散及び人体への影響に注目する。アムゼン・スコット基地の天文学者はドームで宇宙マイクロ波背景放射の調査を行う。多くの天体観測にとって 高地であるため大気が薄く、気温や大気中の湿度が低く、郊外の影響をも少ない南極大陸内陸部は地球上でも鮮明な宇宙の画像を得られる稀な場所であり、より良い観測結果を得られる。アムンゼンスコット基地の回転5キロメートルの氷の中にはアイスキューブニュートリの観測所があり、世界最大の遮蔽性と検出媒体となる性質の 両方を持つ南極大陸の氷を生かしてニュートリノの観測が行われている。1970年代から南極大陸上空の大気圏にあるオゾン層の観測が行われている。1985年、ブラント棚氷上のハリー研究基地で集められたデータを3人の科学者が分析し、この層に穴があることを発見した。最終的にこの穴は、 人類が使用するフロン類によってオゾンが破壊され生じたものと判明した。1989年にオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書にて CFCS の使用が禁止され、オゾンホールは2065年頃には閉じるものと信じられた。しかし2006年9月にアメリカ航空宇宙局の衛星が捉えたデータから、 オゾンホールは2750万平方キロメートルと、それまでの最大に広がっていることが判明した。2007年9月6日、ベルギーを拠点とする国際局地財団は気候変動を研究する初のゼロエミッション南極研究所プリンスエリザベス基地を公開した。 国際局年の一環として1630万ドルを投じたプレハブ広報の研究所を2008年末までにベルギーから持ち込み極権における健康状態の調査を開始した。ベルギーの極地探検家アラン・ヒュバートはこれはゼロエミッションを実現するために作られた最初の基地で南極においていかにエネルギーが扱われるべきかを示すユニークなモデルになると語った。 気候学と説表学及び微生物学の研究は所長であるヨハン・ベルケがプロジェクトの企画と管理の下で行われる。2008年1月、コーとデビッド・ボーンが率いるイギリス南極調査研究所はレーダーを用いた航空測量の結果から2200年前に南極大陸の氷の下で火山の噴火が起こったという報告を雑誌ネイチャージョ・サイアンスに発表した。 パイン島氷河付近にあるアドソン山脈氷床の下からこの1万年の中で最も大きな噴火の火山灰が発見された。フリクセル湖を覆うブルーアイス。南極横断山脈のカナダ氷河など複数の氷河から通る水が流れ込んでいる。南極大陸の地質調査は溶けることがない厚い層の氷に阻まれてきた。これに対し、 リモートセンシングや地中レーダー探査また衛星画像の使用など新たな技術が導入されることで氷の下に眠る構造が明らかになり始めた。西南極の地質はアンデス山脈のそれと似ており南極半島は古生代終盤から中生代初頭に海底沈殿物が流気と変成作用を起こして形作られた。これは火星岩の貫入及び 火山現象によって引き起こされたものである。西南極で一般的な岩はジュラ紀に形成された火山岩の安山岩と流門岩である。火山活動は氷床が作られた後にも続き、その証拠はマリーバードランドやアレクサンダー島にある。西南極で唯一変則的な部分はエルスワース山脈であり、ここは相助学的に大陸東部の様相に近い。 東南極の地質は変化に富み30億年以上前の岩などを含む先カンブリア時代を遡った頃に形成された。これらは縦上地を基礎とする変成岩や火成岩の大地で構成される。この基礎の上には比較的近年にあたるデボン紀やジュラ紀に積み上がった砂岩や石灰岩、血岩などがあり南極横断山脈が形成された。 沿岸のシャックルトン山脈やビクトリアランドなどには断層が見られる。南極大陸で採掘される主な鉱物資源は石炭であり、記録上最初の発見はニムロで探査においてバードモア氷河で見つけたフランクワイルドに遡る。現在では低品異端が南極横断山脈の様々な場所にあることが知られている。他にもプリンスチャールズ山地には豊富な鉄鉱石があり、 ロス海の沖合には1973年に油田やガス田が発見された。これら鉱物資源は環境保護に関する南極条約議定書にて2048年まで採掘が法的に禁止されている。南極大陸の氷床をボーリングで取り出し採取した氷床コアを分析すると堆積した時代の大気や気候を知ることができる。また先行穴を利用した氷床の動きや 歪みなども測定される。地下のボストーク湖には微生物がいる可能性が指摘されており、2012年2月6日に湖面まで到達した掘削湖を利用した研究の結果が待たれる。また、氷で閉ざされた湖の表面は木星の衛星エウロパとの類似性があり、ボストーク湖で生命が発見されれば、エウロパでも同様の可能性を検証する資料になりうる。 2008年2月7日、NASA のチームがアンタシーコの高アルカリ水の中に生きる極限環境微生物の調査に着手した。仮に発見されれば、メタンが中心成分をなす非常に冷たい環境における地球外生命の考察に影響を与えることが期待される。火星から飛来し、南極大陸で発見された隕石アランヒルズ84001南極大陸で発見される。 隕石群は初期太陽系を構成した物質を知る上で非常に重要である。そのほとんどは小惑星起源のものであり、中には惑星から飛来したと考えられるものもある。最初の隕石発見は1912年に遡る。1969年には日本調査隊が9個の隕石を発見した。これらの隕石の大部分は100万年間にわたって、 氷の上に降り注いだもので、その上に雪が積もって埋まり、やがて何世紀もの期間をかけて移動する氷床が産地などとぶつかるところに溜まる。それが風色作用等で表面に浮き上がり発見される。南極大陸で発見される隕石は他の地域で見つかるものよりも保存状態が良好である。このような大規模な収集は太陽系における隕石の種類や、 小惑星や彗星との関係に対する理解を深める。新しいタイプや珍しい隕石も発見された。この中には衝撃によって月や火星から飛び出し、飛来したものもあった。これらのうち、特に南極隕石探査にて発見されたアランヒルズ84001などは火星に微生物が存在したかどうかの論争を喚起した。隕石は宇宙空間で浴びた。 宇宙船の履歴を残すため地球に落下してからの経過時間を実験室の分析で明らかにできる。この経過時間、すなわち地球上に存在した時代の解析は南極氷床の環境を知る上で有効な情報になる可能性を秘めている。2006年にオハイオ州立大学の研究チームは NASA のグレース衛星を用いていった重力測定の結果から 大きさ約4 8 0キロメートルのウィルクスランドクレーターを発見した。これは約2億5000万年前に形成されたと考えられる。メディアを再生する南極の氷の動きその一ゆえ、南極大陸が受ける太陽照射は比較的少ない。そのため気温が非常に低く、水はほとんど氷の状態で存在する。少ない降水は雪として降り注ぎ、 夏に溶けないフィンと呼ばれる分は蓄積され、巨大な氷床を形成して、陸を覆う。その一部は、氷河流を呼ばれる、大陸沿岸へ向かう、年間数数十メートルから、沿岸部では、数百メートルの動きを持つ。その先では、大陸上の氷の塊が押し出されて、棚氷を形成する。沖合に至っても気温は低いままであり、海水も氷つかせて、氷は、 年間を通してほぼ維持される。このような多様な南極の氷が海洋面の高さへの影響を与えたり地球温暖化へ関連する。海洋部の氷は毎年冬に拡大し夏にはほとんどが溶ける。この氷は海洋水から形成されるため浮いている状態では海洋面の高さを左右しない。南極大陸を囲む氷は その厚みの変化は明確ではないが、範囲はここ数十年において、さほどの変化を見せていない。浮いている氷は影響を与えないが、棚氷を形成する陸上から移動した氷は、地球全体の海面上昇を引き起こす。これは内陸に降る雪で相殺されるものだが、この数十年間は沿岸部、特に南極半島に沿った部分で発生した。 大規模な棚氷の崩壊が報告されている。このような棚氷の分断が大陸の氷河から供給される水の量を増加させる可能性が懸念される。大陸上の氷そのものが世界中の淡水の70%を占める。これは降雪によって増加し海への流出によって減少する。現在、西南極では流出量が降雪を上回り徐々に 海面上昇を引き起こしている。1992年から2006年までの科学的調査によれば、氷は1年あたり約500億トンが失われ、海面は約0.14ミ、mm、リメートル上昇していると示唆された。アムン前海への氷河流出は大幅に加速しており、この数値は倍以上になっているという説もある。東南極は大陸の大部分を占める広大かつ標高が高く、 寒冷な領域である。ここは、結果的に氷床沿岸へ押し出す役目をする、降雪が少ない。そのため東南極氷床全体の質量収支は、ほぼ均衡、またはわずかに増加していると考えられる。しかし、局地的には、流出が増加している箇所も発見されている。1957-2006年における温暖化の、水位南極大陸の地域の中には明らかに気温が、 上昇しているところがあり、南極半島において顕著である。エリックスタイグが2009年に発表した研究において、1957年から2006年にかけて南極大陸全体の平均気温が摂取0.05度高くなり、特に西南極の春から夏にかけての上昇が大きいという結果が初めて公表された。この上昇は、 秋の東南極の寒冷化と一部相殺される。ある研究結果によると、南極大陸は人間が排出した二酸化炭素の影響によって温暖化しているという証拠が提示された。しかし、西南極表層のごくわずかな温暖化が海洋面の高さに対する西南極氷層の作用へ直接効果を与えているとはにわかには信じられていない。その代わり、 深海から到達する暖かい海水が氷河に影響し、大陸方から離されると考えられている。南極半島部分が水位へ実際にもたらす影響は、その場所の大気が温暖化するよりも非常に大きくなる。2002年、南極半島のラーセントナゴーリビーンは崩壊した。2008年の2月28日から3月8日にかけ、 南極半島南西部のウィルキンス棚氷から570平方キロメートルに及ぶ氷が分離して崩壊し、残りの氷15000平方キロメートルにも同じことが起こりうる。2009年4月5日の崩壊では、分離される前に氷は幅6キロメートルの筋でつながっていた。NASA によると、この三十年間で南極表面の氷が最も多く溶けた年は二千五年であり、 急速に溶け再氷結した面積はカリフォルニアに匹敵するといい、それは気温が摂氏5度まで上昇したことに起因する可能性を示唆した。フロン類の蓄積によって2006年9月に最大となった南極上空のオゾンホールの画像年々オゾンが集中する大気層に見られる巨大な劣化部分が南極上空で成長している。2008年9月この部分が 南極大陸を上回る過去最大の大きさとなり、12月末までの長い期間にわたり持続していた点も過去に見られなかった。最初にオゾンホールを発見したのは、南極地域観測隊のチューバチシュゲルである。観測したオゾン全量があまりに小さかったことに気づいたチューバチは、はじめは景気の故障を疑った。やがて本当にオゾンが少ないことに気づき、 1984年の国際オゾンシンポジウムでこの事実を発表した。イギリスも観測結果から1985年にオゾンホールを発見し、オゾンホールというわかりやすい言葉を使った報道も相まってオゾンホールの存在は世界に知れ渡ることとなった。観測の結果から年を追うごとに拡大傾向にあることがわかった。これはオゾンを 他のガスに変質させる効果を持つフロン類が大気中に放出された結果、大気の大循環によって南極に集められていたことが判明したのである。このオゾン層破壊が南極そして南半球へ気候変動を引き起こす要因となる可能性がいくつかの研究から指摘された。成層圏でオゾン層はほとんどの紫外線を吸収する。これが 南極上空で欠乏すると、そこの清掃圏の温度が約摂取6度ほど下がる可能性がある。そうなると、南極大陸を取り囲むように吹く西風が強まり、大陸の冷気を封じ込めてしまい、大陸海にある東南極の氷床の温度が下がると考えられる。相対的に南極半島など周辺の温度は上昇し、氷の溶解を促進する。この理論では、 オゾン層破壊による極限への紫外線照射量増加、そして極渦効果の高まりによって、大陸沿岸の海氷はむしろ増えることが見込まれる。南極が描かれたきて、ありがとうございます。